知ってるか？ B 組の委員長、あいつベルリバティスクールを目指してるらしいぜ。マジ？何考えてるんだよ。ほら、あいつっていつも成績トップだろ。だから自信があるんだよ。何が何でもあの学園に入ってやるって必死で勉強してるらしいぜ。勉強ね。確かにあいつ成績はいいけどバッカじゃねえの。自分が目指す学校のこと絶対ちゃんと調べてないぜ。だろ、お前もそう思うよな。だってベルリバティスクールって入試なしだろ。それなのに受験勉強って。ちゃんと調べておけよな。だよな。でもベルリバティスクール、やっぱ憧れるよな。たった今。おかえりなさい。ああ、あんたに速達が届いてたわよ。速達？また何か当たったのかな。ホテルのディナー券とかだったらまたお母さんにくれるわよね。ホテルのだったらな。なんだ、なんだか豪華な封筒でしょ。お母さん、あんたが帰ってくるの期待して待ってたんだから。あのさ、ホテルのディナー券とは決まってないだろ。なんだこれ。秘伝の本学園への入学を認め。か、母さん、これ。はあ、まだちょっと信じられないよ。俺があのベルリバティに入れるなんて。変更？お前本気で今の学校を辞める気なのか。うん、だってベルリバティスクールからのプラチナペーパーなんだよ。俺絶対このチャンスを逃がしたくないんだ。チャンスって、あんたそんなところに行きたいだなんて今まで一度も行ったことがなかったじゃない。だって俺想像もしてなかったんだ、俺のところにプラチナペーパーが届くなんて。俺ってさ、ちょっと人より運はいいけど、それだけで他に取り柄なんかないだろ。だってベルリバティに入れるなんて夢にも思ってなかったよ。だけどせっかくプラチナペーパーが届いたんだよ。俺このチャンスにかけてみたいんだ。でもね、どうしても行きたいんだ。母さんたちが心配するのもわかるけど、俺は自分の力を試してみたいんだよ。ラッキーチャンスか。まあ確かにお前は運のいいやつだからな。それじゃあ行ってもいいんだね。お前はもう決めているんだろ。だったら頑張れ。父さん、ありがとう。
ベルリバティスクールか。どんなところかな。おーい、もっと前の席に来ないか。そろそろ学園棟が見えるから。え、本当ですか。ほら、見えただろ。あれがベルリバティスクールのある人工島だ。次の…橋って大きいんですか。いや、橋自体はそんなに大きくないぞ。せいぜい200-300メートルってところだからな。でもな、この辺りも船の往来があるからな。真ん中でパックリ割れる羽橋になってるんだ。羽橋…それって下手したら島の中に閉じ込められるんじゃないかな。なんだ、知ってたのか。生徒たちが逃げ出さないよう、よっぽどのことがない限りは橋は下ろされない決まりになっているんだ。何しろものすごいスパルタ教育をしていて、地元では別名監獄島だなんて呼ばれてるくらいだからな。監獄島？俺そんな話聞いてないよ。冗談冗談。お前さんがあんまり嬉しそうにしてるから、ちょっとからかってみただけだよ。ひどいな。俺一瞬本気にしちゃったじゃないですか。へえ、憧れのベルリバティだってのにか。そりゃそうだけど、俺噂ね。それだけでわざわざ転校してくるってんだから、よっぽどいい噂なんだろうな。そうですね。なんてったって学費と寮費は完全免除。噂ね。それだけでわざわざ転校してくるってんだから、よっぽどいい噂なんだろうな。そうですね。なんてったって学費と寮費は完全免除。卒業生は有名人ばっかりだし、おまけに無事卒業したら鈴菱グループへ就職だってできるって言うじゃないですか。誰だって憧れますよ。だろうね。うちの息子もしょっちゅう言ってるもんな。あそこに入れる連中が羨ましいって。ほら、橋だぞ。あーって、おじさん前見て運転してよ。大丈夫大丈夫。何年ここの運転手やってると思ってるんだ。こんな道目つぶってたって運転できるさ。しかし兄ちゃん本当に嬉しそうだな。こんな時期に転校生なんて珍しいから、どんなやつが来るんだろうって俺も思ってたんだよ。けどな、あんたみたいな生徒さんだったら俺も案内しがいがあるってもん。なあ、なんだ、車浮いてる。橋が上がってるのか。まさか死ぬ。おい、しっかりしろ。こら、目を覚ませ。揺さぶるな。頭を打っているかもしれない。だから揺さぶるなと言っているのがわからないのか。とりあえず無事みてえだな。ああ、よかった。どうした君、私の声は聞こえるか。頭、意識ははっきりしているようだな。まったくひどい事故だったが。あ、どうも。なんだお前、自分に何が起こったのか分かってないのか。当たり前だ。
バスの中にいて分かるわけがないだろう。君が乗っていたバスが事故にあったんだ。この庭のせいで跳ね橋が上がってそれに巻き込まれた。ひってえ、カオルちゃん、俺のせいにするのか。お前の他に誰のせいだというつもりだ。大体お前たちが余計なことをしなければ学園のセーフティーモードだって発動しなかったはずだ。カオルちゃん、そんなに怒るなよ。怒らなくてどうする。大体お前はいつも大雑把だし、やることだって適当で。今度のことでもそうだ。もしもこの事故で彼が大怪我をしたり死んだりしたら、一体どう責任を取るつもりだったのか、ぜひ聞かせてほしいものだな。死ぬって、そんなにものすごい事故だったんですか。そうだ。目撃者の話だと、君が乗っていたバスはブレーキもかけずに空に飛び出したそうだ。あの橋は中央で割れて両サイドを軸に上がる跳ね橋の仕組みになっている。その橋の先端に後輪が引っかかったためにバスはバランスを崩し投げ出されてしまったようだ。バスが空中で一回転したって聞いたけど、お前よく生きてたよな。笑っている場合か。運転手の前方不注意も責められるべき点だが、今回に関しては逆にブレーキを踏まなかったのが幸いしたな。下手にブレーキ踏んでたら、お前ら今頃海に真っ逆さまだぜ。真っ逆さ。あ！どうした？やはりどこか痛むところがあるのか。運転手さんはどうしました？無事だ。君も彼も地面に散らばった荷物の上で伸びていた。そっか、俺布団だけ新しく買って他の荷物と一緒に送れなかったから自分で持ってきたんだっけ。布団？寮に入るのに布団なんか持ってきたのか。え、だって何が必要なのかわからなかったし。何かまずかったですか？いや、特に問題はない。今まで布団を持ってきた人間は私も知らないが、しかし結果的にはそれが幸いしたな。もしそうでなかったら、どちらかは首の骨を折るくらいはしていたかもしれない。お前も少しは事の重大さが分かったか、庭。悪い、カオルちゃん。謝る相手は私ではないだろう。それにそのカオルちゃんというのもやめろと、もう何度も言わなかったか。お前のそういういい加減なところが今回の事故の原因だ。おいおい、全部俺だけのせいにするのかよ。何もお前だけのせいだとは言わない。だが一番責任があるのは一体誰だと思う？丹羽会長。カオルちゃんさん？いえ、事故のことなんですけど、そんなに怒らなくてもいいんじゃないですか？
君はあんなひどい目にあったのにこの男をかばうのか。でも俺あんまり事故にあったって自覚ないし、だいたいあんたたちが勝手に言い合ってるだけで俺は何の説明もされてないんですよ。あんたたち？あんたたち。あんたたちか。そんなに笑わなくてもいいだろうな。いや、実はな。はい。カオルちゃん、足。おや、すまない。踏んでいたか。彼が友人にちょっとバカなことをさせたんだ。そのせいで学内の電源が落ちてセーフティーモードが発動してしまった。それで橋が上がったんですか？そうだ、君は飲み込みが良くて助かる。はあ。カオルちゃん、言ってることは大筋合ってるけどよ。だったら文句はないだろ。あのな、お前はまだ自分の責任を認めないのか？あの、誰も怪我をしてないんだからもういいじゃないですか。君はそれでいいのか？あ、はい。俺はどこにも怪我はないし、運転手さんも無事だったってさっき言ってたじゃないですか。他にあの橋を渡っていた人はいなかったんでしょ？だったらもう済んだことなんだし。えらい、そのさっぱりした性格。男はやっぱりそうでなくちゃな。どういう意味だ？おっとっと、絡むなよカオルちゃん。別に意味なんかないって。別に絡んだつもりはないが、お前は単純だからな。言うなって。お前気に入ったぞ。名前はなんて言うんだ？伊藤啓太です。そっか、いい名前だな。俺は生徒会長の丹羽哲也、こっちは会計部の西園寺カオルちゃんな。だからちゃん付けはやめろと。ベルリバティスクールへよく来たケータ、歓迎するぜ。いて。悪い悪い。さあ、一緒に来な。案内してやるからよ。待て、お前一人に転入生を任せられない。だったらカオルちゃんも来いよ。言われなくてもそうするつもりだ。おい、あれどうなってるんだよ。王様と女王様だよな。
なんであの二人が一緒に。それにあいつ誰だ、お前知ってっか。知らねえよ一体。よーしみんな紹介すぞ。転校生の伊藤啓太だ。いじめたりしないで仲良くしてやれよ。にわ、あまり仕切るな。だいたいそういうことは教師の役目だ。いいだろカオルちゃん、案内ついでってな。おいお前、はい王様。空いてる席はあるか。はい、あの窓際の一番後ろに席を作ってあります。そうか、ケータとりあえずお前その席に座りな。あとは大丈夫だな。え？私たちはそろそろ自分の教室に戻る。いえ、大丈夫です。そうか、では私は失礼する。それじゃ、お前も頑張れよ。またな、ケータ。おい、カオルちゃん、途中まで一緒に行こうぜ。伊藤啓太くん？え？よ、はじめまして。今の人たちとは知り合い？知り合いって言っても、さっき初めて会ったばかりだけど。その割にはなんだか親しそうだったな。俺さっきこの学園に着いたばかりなんだけど、途中でバスが事故に遭っちゃって。事故？そういえばさっき外でものすごい音がしてたけど、何があったんだ？渡っている途中だったのに橋が上がっちゃったんだ。それでバスごと放り出されて。なんだって？それで怪我はなかったのか？大丈夫、俺も運転手さんも大したことなかったから。無事でよかったな。ありがとう、心配してくれて。ところで名前は？俺？遠藤和樹。遠藤か。俺は伊藤。啓太だろ、さっき王様が紹介したし、俺もちゃんと名前を呼んだじゃないか。あ、そっか。そういうこと。よろしくな、伊藤。啓太でいいよ。前の学校でもそう呼ばれてたんだ。そうか。それじゃあ俺も和樹でいいよ。オーケー、和樹。よろしくな、啓太。俺の方こそよろしく、和樹。ところでさ、何？さっき丹羽さんのこと王様って呼んだよな。あれってあだ名？まああだ名って言えばあだ名かな。どういうこと？廊下を歩いてる時女王様っていうのも聞こえたんだけど。女王様か。それは西園寺さんのことだよ。丹羽さんはこの学園の生徒会長なんだ。なんとなくわかるし、イメージもぴったりだろ。で、王様と同じくらい権力があるのが会計部のトップの西園寺さんなんだ。だっ、でも変わったあだ名だな。
そうか。まあケイタもすぐにわかるって、その呼び方があの二人にぴったりなんだってことがさ。ケイタだってもうこの学園の一員になったんだから。そうだけど俺まだちょっと興奮してて実感が湧かないんだ。そうか、ま、そのうち慣れるよ。でもさ、さっきはびっくりしたぜ。ケイタがあの人たちと一緒に入ってくるんだから。そうなのか？ああ、なんてったってあの二人は学内でも有名な犬猿の仲だからな。確かにあまり仲は良くなさそうだったけど。良くないどころか、生徒会と会計はぶつかってばかりだからな。そうなんだ。には、ああ、王様は女王様のことカオルちゃんって呼んだりしてたのに。ま、王様はああいう人だからさ。あの二人は立場上一緒に仕事をしなくちゃいけないこともあるし、だけどそれ以外では一緒にいることなんてほとんどないな。だからさっきケイタが二人と一緒に教室に入ってきた時は驚いたよ。さ、授業開始だ。ケイタも頑張れよ。ああ、休み時間になったら学校の中を案内してやるよ。ここはクラブ活動も盛んだから、放課後はクラブ見学もいいな。ありがとう、俺楽しみにしてるよ。さあケイタ、行こう。ね、朝に約束したろ。授業が前の学校では何部に入ってたんだ？演劇部だったけど。演劇部か、この学園にはないな。そうなんだ。この学園では団体でより個人で何かする系の部の方が多いんだよ。そうなのか。ああ、もともとここは個人が持っているそれぞれの能力を伸ばすことが目的の学校だからな。どこの部もみんなで楽しくクラブ活動じゃなくて、各自が本当にやりたいことだけをしているって感じだな。何かの才能を認められてきたやつばかりだから、みんなやりたいことがはっきりしているし。そっか。どうした啓太？別に何でもない。そうか、スポーツだったらテニスとか乗馬とか、文化部だったら美術部とか華道部もあるけど、啓太はどれに興味ある？どうかな。演劇部がないのがそんなに残念だったのか？別に前の学校でもそんなに熱心にやってたわけでもないし。そうか、それじゃあ今日はとりあえず運動部の方を回ってみよう。校庭と体育館、先にどっちに行こうか。ほら、あっちがテニスコートだ。すごいな、俺が前に通ってた学校はテニスコートなんて1面しかなかったよ。さっき言ったゴルフ部なんかミニコースまであったし。ここが人工島じゃなくてもっと広い敷地だったら、ゴルフ部も本式のコースが持てたんだろうけどな。この学校の設備って。成瀬さん、ナイススマッシュ。成瀬さん、もうちょっと手加減してくださいよ。甘い。そんなことじゃ次の試合には勝てないぞ。次。言っただろう、君はフットワークが悪い。次、最後の一歩はかかとから着地。あの人すごい。ケイタはテニスは分かるのか？テニスはよく分からないけど、でもあんなに動きながら喋っているのにちっとも息が乱れてないよ。なるほど、さすがは元演劇部。あの人は2年の成瀬幸彦さん、うちのテニス部のキャプテンだよ。
キャプテンってことはやっぱり一番強いのか。もちろん、そうじゃなかったら2年でキャプテンなんかやってられないよ。ここは去年の国内ランキングで6位まで行ったんだ。もっとも試合の途中で足を捻挫したらしくてね。それがなかったらベスト3には確実に食い込んだだろうってみんな言ってたよ。へえ、そんなに強いんだ。でもこうやって見てるとなんとなくわかるな。あの人だけみんなと動きが違う感じがするし。ふん、目を引くね。そっか、ケータはああいうのがタイプなんだ。は？確かに成瀬さんかっこいいからな。それにあの人すっごくモテるんだぞ。テニスファンの女の子どころか、うちの学内にだって成瀬さんのファンだって公言しているやつがいるくらいなんだ。恥ずかしがるなって。お前何言ってるんだ。俺はただあの人のテニスが目を引くって言っただけだろ。好みってあの人どう見たって男じゃないか。冗談だよケイタ、そんなにムキになるなって。余計に心配になるよ。なんだよ、変な冗談言うなよな。よし、今日はここまで。みんな体を冷やさないように早く着替えろよ。はい。練習終わったみたいだね。そうだね、まだ時間はあるからこれからミーティングかな。どうする？こっちもどうせ時間はあるし、ミーティングが終わるまで待つか。そうだな。君、こんにちは。さっき僕のテニス見ててくれた子だよね。え、あ、はい。ねえ、君名前は？伊藤啓太。うん、啓太、啓太。あの、何か？ああ、ごめんよ。いい名前だなって思ってね。啓太か。はあ。テニスコートに来たの今日が初めて？今まで会ったことって？はい、俺今日転校してきたばかりですから。なるほど、それでか。あ、自己紹介がまだだったね。僕のことを知ってる？はい、さっき彼に聞きました。彼ね。はい、同じクラスでいろいろと案内してもらってたんです。親切にしてもらったんだ。成瀬さん、何か？別に何でもないよ。転校生に親切にするのはいいことじゃないか。それじゃ僕も改めて
啓太君に自己紹介させてもらおうかな。名前は成瀬幸彦。このテニス部でキャプテンをしている。教えてもらいました。成瀬さんってすごく強いんですよね。まあね、これでもテニスの実力を買われてこの学園に来た身だし、毎日こうしてでも嬉しいな。君が僕のことをそういう風に見ていてくれたなんて。あ、いえ、どうも。Hmm.